和島さん最後は静かに眠るようにルミ夫人明かす。大相撲の元横綱で下咽頭がんと肺がんの影響による衰弱のため8日に70歳で亡くなった和島大師さんの葬儀が15日東京青山葬儀所で営まれ、妻ルミさんが喪主挨拶を行った。亡くなった時の様子として、最後は主人は自宅のソファでテレビを見ながら静かに眠るように座ったまま亡くなっておりましたと明かした。続けてご迷惑をおかけすることも多かった人生ですが、最後は一人で誰にも迷惑をかけず静かにとてもいい顔で眠っておりました。とても賑やかなことが好きだった人なので、本日皆様にお集まりいただき、さぞ喜んでいることと存じますと涙をすすりながら話していた。